この最新エカパドックも2年目に入りまして、第10回ということで、非常に最初始めた頃から考えますとですね、なかなかこんだけ続くとは思ってなかったんですけれど、非常にいろんなところで話題を呼んでおります。これから先もいろんなことを新しい試みもやっていきたいと思っておりますが、私の担当していますコーナーはニューウェーブスターということで、次に売れてくれるであろう、あるいは我々がこの方はぜひとも売りたい、売れてほしい、そういうような歌い手をご紹介させていただくコーナーでございます。いろいろご紹介いただきまして、まあ新人ではないんですけれども、とにかく歌うことが大好きで、かれこれ、もう30年以上の月日が経ってしまいました。大体は和服で普段は歌わさせていただいてますが、今日はちょっとおしゃれな私服を着て、参りました。お化粧の方も念入りにして参りました。あとは歌です。スンダルリオ湖涙と御在主神社に願かけて、あなたと結ばれ幸せでした。遠くなっても思い出は道のく「書くのだって」平成19年の4月で埼玉テレビカラオケ一番がきっかけで、思い切って、まさかね、曲がいただけると思いませんでしたけども、出会い花という歌で出させていただきました。あら、すいません、なんか今日は私を知ってる方がいると思いませんでした。幸せでございます。裏持ち酒場で飲む酒は未練涙の味がさ、私の担当コーナーはただいま、大活躍されている作家の先生をお呼びして、最近作られたおすすめ作品を紹介していただくというコーナーでございますが、元気だけは取り柄の作曲家西良です。よろしくお願いします。非常にいろいろと人から人相が悪いとかいろんなこと言われてるんですけど、実はそんなことないんですよ。すごく男前なんですよね。そこ笑うとこちゃうんだけどね。ありがとう、ほんま。京都でもともと僕高校の時の歌を歌ってたんですけど、その時になんかこう何が間違いが起きたのか、京都の方のプロダクションの方でスカウトをかかりまして、そこでこうなんか歌を歌うようになったっていう感じなんですよ。はい、その当時って演歌ってなんやねんみたいな特別なね、親父母親が歌うようなもんだと思ってたんですよ。もうそんなもん映画なんて歌うもんちゃうと思ってた、その当時はね、若い頃は。でもまあ、僕も年を重ねてくるとやっぱ演歌の良さ分かってくるんですよね。だからこう独りよがりみたいなところがあって、この作品はこれやろみたいな、あの歌い手やろみたいな勝手に思い込んで、で売り込みに行ったらもうあかんみたいな話でね、くっそ俺が踊ってやるわみたいな話になるんですよ。だから今日はね、
その歌を2曲をね、はい、ちょっとあの披露させていただきたいなと思うんですよ、うん、でそれはもう拍手の度合いによっては売り込みに行こうというママにはならない言葉かり信じた明日がまた帰える傷つくために生きるなら時には運命恨むけど悲しみも憎しみも喜び宿して生きる、それもそれも人生。普段はメロディーはなんか朝方書く方がいいとか夜中にが、うん、の方がいいとかってありますか？僕はね、朝の7時から12時までの間なんですよ、書きが、はい、うん、もうあの宅急便で言うと午前中の配達してもらうというね、その時間帯ないとできないんですよ。なるほど、守りたいあなたがいれば誰より私は強くなれる、夢見たぬくもり抱きしめ微笑みながら暮らしてみたい、一人じゃ見えない未来が必ずあるはず、プライド他の何よりプライド嘘のない愛、膝を抱えながらうつむいてた君にさよならきっと言える、で今回、ご紹介いたしますのがですね、この白い冬という曲なんですけれども、2012年の11月7日に発売いたしました浅田敦子の新曲になります。こちらなんですけれども、実はあの発売前から有線の方で皆さんにご注目をいただきまして、おかげさまで初登場からぐんぐんチャートをですね伸ばしまして、11月7日当日の発売日には総合3位演歌2位という好スタートを切ることができました。彼女の透明感あふれる歌声がですね十分に引き出された曲となっておりまして、また聴く人にも歌った人にもですね歌の世界へ入り込めるような作品となっております。今回の作品白い冬、すごくあの女性心を歌った歌なんですが、ダイナミックで、そしてまたあのすごく音域も広く作っていただいているので、そういう世界観がたっぷりと歌の中で味わっていただけるんじゃないかなと思います。ぜひ主人公になって歌ってみてください。これからも白い冬、浅田敦子どうぞよろしくお願いいたします。どこか遠くへ行きたくて、冬の夜汽車に飛び乗った、明日をなくした女には凍りつくようなさあ
胸の灯火一人ぼっちで震えています。いよいよですね、今日の最終入園歌ライブということで、本日は、来月の2月の6日に発売の運びとなっております川崎修司の新曲でございます。時代劇の、スローニン月影兵庫や水戸黄門、あとあの大江戸吉原事件帳なんかにこうまだちょこちょこですけども出させていただきまして、役者の勉強もですね少しさせていただいておりました。なんか雰囲気あるでしょ、なんかなんとなくセリフ喋らせたらね、あの雰囲気はあるんで。人生を振り向けば懐かしき人がいる。生きてきてよかったとしみじみ思う人がいる。女よは酒がいい。一人静かな酒がいい。乾杯乾杯。ああ乾杯を。デビュー10周年の記念曲なんですけども、これこそまさに、その恩師菅明先生、そして、この雨宿りというのは傘の下、これ大阪になってますが神戸の明石のオフィス46という事務所に雨宿りをして、頑張ったと。そして、この僕と会社、そして恩師菅明先生の3人のこの物語なんです。だからもう本当にあのこれを歌ってると僕自身もこう力が入ります。そしてあの僕のことを知っていただいている方は、あなんかこんないろんなことあったななんて、一緒に共感していただける曲なんですね。拗ねて流れてまた傷ついてずぶ濡れの羽を休めにはぐれどり仮目の町の泊まり根を演歌みたいな人に会い初めて泣いた情けに泣いた雨宿り雨宿り大阪